目の前に現れたフードの占い師は破滅を示した。憎き弟ケンシロウに敗れる。その予言に怒り心頭のジャギであったが、ケンシロウが真など強者を倒したことを聞くと旅支度を始める。彼はケンシロウとの戦いを避け己の運命を変えようとした。数日後、旅から帰ってきたジャギを迎える者はいなかった。落胆するジャギの前に同じく肩を落とした男が通りかかる。自らの顔を張った時を憎むも、時の名声にはかなわず一人で旅を続ける剣士アミバである。境遇も人格も似た彼らの合体は必然であった。
頼もしき同志を得た二人は、ケンシロウ、トキの名を語り、悪逆非道の限りを尽くす。おい、お前ら、俺たちの名前を言ってみろ。俺様は北斗神拳伝承者、ケンシロウ。そして俺は、世紀末の救世主、トキだ。第1話、二人あるところ乱あり。気に入らねえやつはみんな殺してやる。ウォーホー、ターゲットが見つかった。行け、トキ、ケンシロウ、北斗神拳、全ての名を汚してやる。
気。そして俺様は北斗神拳の正統伝承者ケンシロウだ。ケンシロウとトキ、とにかくお頭に報告だ。散らしてやるか。待って、行こI'm sorry.
よ。
れ。クズどもの命などこの傷の痛みの比ではないわ。やる。
小さい野郎だ。やろ、飲めよ。騎馬一族の恐ろしさ知るがいい。かかれ。大変だ、騎馬一族まで襲ってきたぞ。奴らシードと隠しやがったんだ。あれきっと変わる。食料を差し出してきたぜ。俺たちの強さに恐れ入ったようだな。ふらー行くぞ。あー陶器ケンシロさんと陶器様か。村を救っていただいたご恩は忘れまい。変化のお役に立ちたんだ。これが恋だ。決めた。あたし剣様についてくわ。俺様は誰だ。名を言ってみろ。俺様の名を言ってみろ。
人々から送られる熱い視線、暴力を振るっただけで上がる歓声、そうやはり時代が二人を求めていた。意気揚々と次の獲物を探す二人の前に謎の軍勢が立ちはだかる。その軍勢を率いる男は自らの顔や肉体を自慢げに周囲にひけらかしていた。ふざけた野郎は叩き潰す。あの美しい肉体はいいデクになりそうだ。ジャギとアミバはその男に近づく。男の名はなんと六星剣妖精のユダ。異端者たちの衝突が再び嵐を呼ぶ。おいお前、俺たちの名前を言ってみろ。貴様らがケンシロウとトキだと？貴様、この俺様を侮辱するか！第2話、乱の予感。俺の名を言ってみろ。あの野郎、俺たちをバカにするなんて。絶対に殺す。やつらを追い！凡人ども、天才を侮辱したことを地獄で後悔しろ。見ればアミバではないか。顔を変えても下劣さは昔のままよな。ほざけ、貴様もデクにしてやろうか。とは。
貴様は俺の術中にはまったのよ。我らは聖帝サウダー様の部隊、貴様らを待っているのは確実な死だ。今だ、敵をなぎ倒せ。Thouzer だ。そんなやつ知るか。俺たちに逆らうやつはぶっ殺ろ。待て、ジャギ、Thouzerはヤバすぎる。やつは今や天下を席巻する強大な勢力だろ。聖帝軍と合わせると勝ち目はない。逃げるぞ。Oh!
に生き地獄を味わわせてやろう。北斗千住殺。手強い敵だが、今なら押し返せる。ビビってんのか？様のその耳が弟に似ている。ジャギー、お前こそ北斗神拳伝承者だ。いや、飲めよ。反撃だ！
げ。などこの傷の痛みの比ではないわ。ジャーニー、お前こそ北斗神拳伝承者だ。いかなる猛者であろうと俺は倒せぬ。さあ、ここから反撃だ。貴様ら、この傷を見ても誰かわからないのか。ヤツを倒せば好きなだけ褒美をくれる。どんな手を使ってでもヤツをぶち殺すのだ。手を使おうが勝てばいい。それが全てだ。
勢いというのは恐ろしい。その場のノリで聖帝軍に喧嘩を売ってしまったジャギ、彼はサウザーに目をつけられる存在となってしまった。ことの重大さを感じたジャギはアミバを連れて剣王軍に庇護を求める。聖帝を討つためラオウの力になりたいと必死に訴えた。射抜くような視線で二人を見る剣王ラオウ。蛇に睨まれたカエルのように動けぬ二人。彼らの決死の覚悟が伝わったのか、ラオウはジャギの願いを叶える。晴れてラオウの配下となったジャギとアミバは目付役のウィグルと共に聖帝軍の討伐に乗り出した。虎の意を狩る、いな鬼に金棒の二人を阻む者なし。おい、お前ら、俺たちの名前を言ってみろ。俺様の手柄のために存分に働けよ。なぜこのわしがこやつらのおもりをせねばならん。第3話、怒涛の快進撃。気に入らねえ奴はみんな殺してやる。この戦いで大きな手柄を上げれば俺たちの剣王軍での地位は必ず上がる。手柄を上げるなど簡単なことだ。全員ぶっ潰せばいいんだろうが。敵の攻撃を受けていますね。相手は貴様らでよかった。殺しても心が痛まぬ。水長剣、その神髄を貴様にも教えてやろう。
者なら俺様の名を言ってみろ。なかなか手強いな。ざまあ見ろ、あの世で泣きやがれ。あの時我らが束になってもかなわぬか。霊が引いたか。奴の力はあの程度ではないはずだが。貴様の強さにビビりやがったんだ。この鋼鉄の体試してみるか。
傷どもの命、この傷の痛みの比ではないわ。のために恐怖に支配された世を作ろうぞ。逆らうとはどこの組織だ。
ひよこが手間かけさせるんじゃねえ。ジャギー、お前こそ北斗神拳伝承者だ。いや、飲めよ。やろう、次やったらぶっ殺してやる。紐の小さい野郎が逃げろ。化け物だ。どこに逃げた？知らねえよ。休む。あとはお主らでやっとけ。なんだと？貴様、殺されてえか。ジャギよ、あそこの村にはなんと白露剣を使う衆という男がいるはず。やつを使おう。衆？ビビってんのか。じゃあそいつを騙して始末を手伝わせるぞ。
支配された世を作ろうぞ。たとえ叶わぬとしても私が倒さねばなるまい。俺様は北斗神拳伝承者の剣士郎だ。シュウという男にどうだ。剣士郎だと。乱世はこうも人を変えるのか。シュウ様、間違いありません。この方の胸には七つの傷が。村の外に野党どもがいる。ぶっ潰すから手を貸せ。いいな。共にジャギを倒そう。やはりケンシロウではなかったか。貴様くだらぬ嘘をつきおって。
その耳が弟に似ている。ジャギー、お前こそ北斗神拳伝承者だ。凄まじい敵だ、俺が倒す。さあ、ここから反撃だ。それが俺様のやり方だ。世に光を取り戻すため、この身果てるまで戦おう。客を交わした。クズどもの命などこの傷の痛みの比ではないわ。やつを倒せば好きなだけ褒美をくれてやる。どんな手を使ってでもやつをぶち殺すのだ。
のか。やつを倒せば好きなだけ褒美をくれてやる。どんな手を使ってでもやつをぶち倒すのだ。ひよこが決まってくるか。ジャーニー、お前こそ北斗神拳伝承者だ。Thank you.
やったぞジャギー、レイとシュウを倒したんだ。大手柄だぞ。兄者もこれで俺を認めてくれる。早速帰って報告だ。どんな手を使おうが勝てばいい。それが全てだ。天は今や北斗とナントに二分されていた。ジャギラの失態でナントのユダに攻撃されたラオウはもはや猶予はならぬとサウザーとの決戦に持ち込む。この一大決戦にケンシロウやトキも駆けつけた。目の前に奴がいる。ケンシロウを撃ち殺そうとするジャギーをアミバは慌てて止める。彼らの背後には剣王のいてつくような目があった。そう、彼らはまず汚名を返上せねばならなかった。この決戦は先の失態を取り戻すには絶好の機会。この腹渡が煮えたぎる思い、戦いにぶつけるべし。哀れなナントの生贄たちに怒りの凶弾が炸裂する。おい、クズ星ども、俺たちの名前を言ってみろ。わかるかアミバ、奴に何もできぬこの苛立ちが。わかるぞジャギ、だが今は耐えるのだ。第4話、狂乱の決戦。
俺の名を言ってみろ。時は来た。サウザー以外の野郎なら俺様でも倒せよ。兵力はこっちが上だ。起きとる進撃を食い止めろ。ケンシロウとトキ、奴らは俺様とアミバが殺したと言ってんだ。邪魔はさせねえ。良くなりそうだ。なんと貴様らはここに果てるだろう。
死の運命からは逃れられぬ。虫けらのよう醜く果てるがいい。よせユダの契約甘く見ていたか。皆が危ない。気配が分かる。
味わわせてやろう。純正の剣
胸に刻み果てるがいい。なんと乱れる時、北斗現ると聞く。今こそなんとと北斗の決着をつける時だ。聖帝様を守れ。行け。この体、ゲローには触れることもできぬわ。サウザーめ、やっぱ危なそうな野郎だぜ。だが今の俺様は最強のはずだ。真剣の真髄の一端をつかんだか。どんな
手を使おうが勝てばいい。それが全てだ。まだ復讐は終わっていない。北斗軍は決戦に勝利し、世はラオウのもとに統治された。ジャギとアミバはその活躍が認められ、確固たる地位を得た。だが復讐は終わっていない。次の時代に行く前に消さねばならぬ奴がいる。次の時代に行く前にやらねばならぬ奴がいる。ついにこの時がやってきた。今こそ奴らに言わせてやる。今こそ奴らに吐かせてやる。さあケンシロウ、そしてトキ、俺たちの名前を言ってみろ。ようやくこの日を迎えたわ。奴らを殺し、俺たちの時代を築くのだ。最終は復讐の時は来た。
俺の名を言ってみろ。金四郎と時はどうだ。俺様が殺しに来てやったぞ。まだ村の外だ。こっから叫んでも聞こえんぞ。剣士郎様と時様、乱世の空襲ですよ。わかったら食料を全部よこせ。食料を巻き上げる救世主がどこにいる。どうせ偽物だろう。誰が貴様らに従うか。出てやるわよ。兄貴たちと姉貴たちに続け。偽物め。
だがなぜ時とケンシロウはこんな小さなものを連れている？知るか。俺様にはどうでもいいことだ。奴らも八つ咲きに。頼む、ついでるわ。やがれ！
北斗神拳伝承者だ。クシュクのやつ。
わせてやろう。
屈辱のやつよ。ジオ死ねの方々は。ジオン島だ。クリア。やっちまえ！
金に出る。ガスの魔力にふさわしい。
要なんだ。勝手な真似をして死んだら許さんぞ。お前そんなに俺のことを。奴らを一人ずつ俺ら二人がかりで潰す。今回の作戦の肝を忘れんじゃねえ。ああそうだったな。どうした？私の飛行治療を受けたいためで来たか。ついにこの日が来た。貴様は今日無様な最後を遂げるのだ。やっちまえ。俺様も加勢するぞ。私が止めねばならぬ。
肉と神経は俺に任せろ。確かめてみるか、剣士としての私の技。できん。戦うかよ、死ぬわけはねえだろ。この
様と東鬼様より盗んだ。お礼に落としてくれ。受けるがいい。ついに倒したぞ。
気分がいい。略奪はなしだ。帰って盛大に宴だ。うわケンシロウ様、万歳。奥様、万歳。なんだこの村は。知らん。救世主だ。落ちは気に入らねえが、まあ悪くねえ。ケンシロウから少しの間逃げてればいいんだな。迫ってきています。で、今奴はどこにいる。このビルの1階です。